今じゃ YouTube 最強の弟最近さん、素敵な編集と丁寧なトークで YouTuber の鏡、そんな彼の初期動画なら何かえれると期待してみたら、なぜかアンパンの画像だけが流れてました。よく聞いたら頑張ってパンの歌を歌っていた。これが雑草の原点かと泣きました。今じゃ YouTube 最強の歌い手グースハウス、カバー曲を世の中に広めたカバーの天才たち、そんな彼らの初期動画からカバーを学ぼうと思ってみたら、カバーのスペルを目標間違っていました。結構簡単な単語、記念すべき初動画なのに8年経っても直さないの驚きました。今じゃ YouTube 不動の人気のブライアン、過激すぎる下ネタで日本中爆笑だけど、そんな彼もさすがに初期はそんな過激じゃないと思ってみたら、クリスマスをクリックと裸体で歌ってました。ちょっと髪があるおかげでまだコーヒー豆と呼ばれてない、髪があることの大切さ学びました。じゃあ YouTube 最強の底辺文人さん、日本一有名な底辺だからこそ学ぶべきことがある。そんな彼の初期動画からたくさん学ぼうと思ってみたら、暗すぎて何も見えませんでした。ホラー動画かと思っただけど憎めない、ここから悪夢が始まりました。瀬戸康史はまだ変態じゃなかった。ジョーブログのチャレンジはママチャリに乗ることでした。デカキンはまだちゃんとヒカキンのモノマネしてました。歌えるの字はイボだけでした。